今私はシンソンルーとフータイルーの交差点にいます。さっきですね、これシンソンルーをずっと1時間ぐらい歩いてきたんですけども、ちょっとですね道に分からなくなったんで、今からこれ自転車に乗ってですね、ちょっと向こうの方に行ってみたいと思います。これはどの自転車にしよう。これ一番なんか綺麗そうやな。よし、これほんとね調子悪くて鍵開かない時あるんですよね、時々すごい困るんで。おお、固っ。片手運転なんでちょっと椅子を低めにしてですね、これでいけるかな。すごいハンドル曲がってますね。ここはあれ、プートーチーですね。あ、でもこのまま行くと上海駅って書いてるから、上海駅に行けばまあ帰れますね。上海駅まで行こうか。我现在去上海站然后坐地铁回家我迷路了。全然来たことないですもんね、まあ、来ることないですもんね。バスに乗ってもいいですけど、バスもよくわかんないですからね、これ上海なんか病院のとこ書いてますけどね、わかんないですね。上海火车站 2.5 キロって書いてますね。到上海火车站 2.5 公里。まあ自転車だからすぐでしょう。車出てくるのやめてくれ。あ、そうだ、上海駅行ったらついでに不夜城見てきましょうか。こないだアワッポさんとも話してたんですよね、上海の不夜城。上海駅前に上海不夜城っていうビルがあって、去年行ったらもう改装されてたんですよね。昔はすごい怪しい携帯電話とかいっぱい売ってたビルなんですけど、みたいなんですけど、今はなんかもう改装されて去年行けなかったんで、多分もう今だと改装終わってると思うんで、ちょっとついでに見てみましょう。不夜城っていうぐらいなんで、夜も空いてるんでしょうね。
やさっきまでほんと1時間ぐらい歩いたんで結構疲れましたけどね、まあ、自転車乗ったらまた楽になりました。あんまり見たことない方もいるかもしれないんですけど、まあ、いろんなとこ上海を歩いてですね、まあ、今日は自転車乗っていますけど基本歩いて撮影しています。で、まあ、品質よりも量と動画の長さを重視してるんで低品質の動画を大量生産するっていうのがコンセプトになってます。おいの子か、普通の YouTube の動画っていうのはこう効率よく編集してですね、合間合間をこうカットしていくんですけど、私の場合はもう無編集でですね、とにかく品質の悪いものを大量に生産するという、普通はみんなやりたがらない、製造業だと普通やらないんですけど、そういうこと私の場合はそれをやってますので、でかい道やなこれ、どこの道かわかんないですけど、まあ、普通こういうところ来ると一旦カットしてまた走り出すときに再生始まるんですけども、編集面倒くさいんでそのままやってます。スマホの電池持つかな、それだけ心配です。結構撮影したんで電池が減ってそうですね。さっき見たらよかったな、止めた時に。ここ開けとかないと左に行く、右に行く人がいるんで、すごいこの前で止まってると怒られるんでしょう。後ろの方下がって待ってます。ああいう風に急いでる人の邪魔になるんで、もうすぐ出てくると思うんですけど、もう1キロぐらい走ったかな。そろそろですね。3、2、1。バス来る前にここ突破しないと、人がいっぱい降りてきたら走れないです。船長です。
これまっすぐ行きたいけど詰まってるな。詰まってるな。ちょっと避けてほしいんですけど、向こう行くともう上海駅ですね。ああ行こうか。この人たち、このおっちゃんがこれ邪魔やな。ずっと上海駅でいいっすよね。この橋は何でしょう、これ。ああ、電車が走ってるんか。上海駅、北広場ってなってますね、左が。ここ多分駅かな。あれでも上海駅でこんな感じですか。ここじゃないのかな。反対側か駅の。まあ、ちょっと向こう渡ってみましょう。ああこの橋渡っていけばよかったのかな。こっちからでも行ける方法あるでしょう、さすがに。ホリデーインホテルですね。こっちはなんか新しいビルを今作ってる感じですね。あそこなんか地下で渡れるみたいですけど、どうしようかな。あそこから行ってみようか。こっちも行けそうな気はするんですけど、ちょっとわかんないですね。あそこから行ってみましょう。なんかこうトンネルみたいな。長いなこの信号。いやでもこれメガネ城って書いてるから、なんか前行ったことあるような。ちょっとやっぱり左、こっち行ってみましょうか。自転車走っていいのかな。多分なんかダメなような気がするんですけどね。あでも前一応自転車走ってる人いますね。ちょっと早めに行こう。こっちすごい綺麗に開発されてますね。確かになんかメガネとか売ってるとこいっぱいあったんですよね。ここもそうですよ、メガネ城って感じ。メガネ市場。
下広場って書いてる。来られそうです。あ、でも上海駅って書いてるな。あれ、こっちで合ってんのかな。こんな感じでしたっけ、上海駅って。反対側なんかな、私来てるの。合ってるような気もするけど、自転車置く場所がないっすね。あっち自転車置いてるわ。あそこにとりあえず自転車置いて歩いてみます。さすがに駅の目の前のとこ自転車で行ったら怒られそうなんで。自転車置いていいっすよね。自転車のマーク書いてるから。よいしょ。ちょっと私その前にちょっとトイレ行ってきます。さすがにちょっとトイレで撮影したままトイレするのはちょっと気分悪いと思うので止めます。でもなんか不夜城って調べると結構遠いです。反対側ですね。これとりあえずちょっと行ってみましょう。駅の反対側ですね、これ。向こう側はどうやって行ったらいいんですかね。回っていったらいけんのか。この地下からいけんのかな。地下鉄の。こっから向こう行けそうですよね。でもまあ家に帰る心配はないですね。これ地下鉄があるから。ただこれ駅の向こうに中入ったらいけんのかな。
田口ってなってますもんね。こっちですよね。これちょっと改札の中入ってから向こう行く、行けるかやってみましょう。南に出ればいいわけですよね、多分。うん、小南って書いてますね。なのでどっちから出れば、多分駅の向こう側に、こっちやってますね。南2号出口、結構歩きますね、これ。
かでもヤジはやってなさそうな感じがしますね。どうなんかな。不夜城どこでしょうね。ちょっとね、地図見ますね。これちゃうような気がするんですけど、ちょっとやってんのかな。前に来たことあるんですけどね、去年忘れましたね。でも一回来ただけ。ああ、この方向ですね。ああ、なんとなくでも思い出しました。この信号渡らないといけないですね、これ。ああ、そこですね、上海不夜城。なんかでもやってなさそうですね。
なんかやってなさそうな気がするんですけど、とりあえず行ってみましょう。もうすぐ信号変わると思うんで。ちょうど暗くなってきてよかったですね。日焼けしないんで。ここですね、不夜城って書いてありますもんね。これで合ってますよね。まだなんかやってないですよね、多分。閉まってますよね。このここですよね、このケリーセンター、ケリーこっちのでかいビルじゃないですね、多分この手前のことですよね。まだなんかオープンしてないですね。去年改装してて閉まってますよね、これ。ここで合ってますよね。あれ、こっちのビルかな、こっちのビルかな、これフリア城。まあどっちにしてもこれ、こっちのビルもまだやってないですね。足場がこう組んであって、こっちだったかな。そうか、多分こっちか。でもこっちってことないですよね。ここのジャーリーフリア城って書いてますけどね。なんかよくわかんないですけど、多分こっちだと思うんですけど、まあやってないですね、とにかく。そういう地名なんですかね、ゴルフ屋城って。よくわかんないですね。富谷城のすぐ近くなんですけども、結構ここマンションとか開発されてすごいですね。あとここもなんか商業施設ができてですね、ちょっとこう見に行ってみましょう。結構でかいモールみたいにライトアップされてます。すぐそこがさっきの富谷城ですね。本当上海駅のすぐ近くです。なんかこれ夏ですけど、年末のクリスマス前みたいですね、このライトアップ。メスメス、すごい明るいですこれ。めちゃくちゃ広いこれ場所ですね。多分上はこれ会社とかですかね、下が飲食店で。向こうが上海駅ですね。オリジナルチキンスープって書いてますね。
膝や。じゃあちょっとエア城の方戻ってみましょう。めちゃくちゃ明るいですねこれ。上はスポーツジムみたいですね。横がフヤ城のビルですね。多分あれがフヤ城だと思うんですけどね。間違ってるかもわかんないですけど。まあ駅の方行ってみましょう。このビルだと思うんですけどね、フヤ城。書いてたらいいんですけど、何も書いてない。書いてない。多分ここだと思うんですよね、この道があって。書いてるかな。この道ですね。メイユエンルー。なんか書いてるけど看板が外されて見えないですね。わかんないです。何も書いてないな。看板の跡はあるんですけど、なんて書いてるかわかんないですね。ここだと思うんですけどね。ちゃうのかな。川っ子さん知ってますかね、これ。メイユエンルーと、この、ピエンムシールの交差点ですね。ここ。渡ったらあかんけど、あの人たち渡ってるな。あれについていこう。ついていこう。日本料理屋ですけど、やってなさそうですね。駅のところ入れるみたいですね。
ぱりメガネの市場とかこの辺いっぱいあるんですね。なんか覚えてるんですよね。まあ、これがその広場で、向こう行くと3、4号線の近くです。こっちがほんで駅の方ですよね。まあ割と綺麗な感じですね。これでかいホテルとかあって、じゃあちょっと地下鉄の方行きましょうか。さっき歩いてきたとこですけどね。私がいるのはここですね、上海駅人民広場、南京市広場、新安、まあすぐちょっと北の方ですね。あ、こっちは地下鉄で、向こう側に高速鉄道、まあ高速鉄道ですよね、昔の走ってるみたいですね。
まあ、この4号線はもう皆さん知っての通り、あの環状線みたいにぐるぐる回ってます。山手線とか3号線がちょっと一部重なるんですけど、来ましたね、4号線の電車が。なかなか動かないですね。動いたな。